谷先生です。今日の動画はこちら、夢かわいいミルキーな色の作り方レッスンです。動画前半ではこちらの作品、ちょっと大きなものを作って文字やイラストを入れるプロセスもご紹介。動画後半は香水瓶の作品を作ります。皆さんは夢かわいいという言葉ご存知ですか？夢のようにかわいいという意味ですが、パステル調だったりミルキー調だったり、ちょっと白がかった、色味ですよね。あとそれを使った、モチーフなどを含めた、世界観のことを言います。今日の動画では筆ペンとホワイトを使ってその色の作り方、要はぼかしの技法をご紹介します。そしてそちらを、作品にするというプロセスのレッスンです。それでは動画どうぞ。材料は A4 ぐらいの紙、筆類ちょっと太めがいいです。カラー筆ペン、梅皿、パレットですね。そしてこちら、コミック修正用インクです。これでなくてもちろん白い不透明水彩絵の具などでも OK です。本番は3色のカラー筆ペンで塗っていきます。ピンク、スカイブルー、そしてレモンイエロー、ホワイトを入れたところにカラー筆ペンのインクをちょこんと入れます。濃度はお好みです。それではまずは本番用紙を水を含ました筆で周りを、そうですね、1センチぐらい残して塗っていきます。端まで塗ってしまうと下の紙が汚れてしまうんですね。後で切るなりして使いましょう。水分はたっぷりめですので幅の広い平筆が作業しやすいです。そうしましたら先ほどのホワイトに入れたカラー筆ペンのものを、まずはそうですね、ピンクからいきましょうか。これを濃度を見て混ぜて、もしもこれが濃かったらホワイトを入れて薄めます。紙の水が乾く前に置くと、なかなか綺麗にいきましたね。もう少しにじませたかったらこの筆に水を含ませてじわーっとします。そして乾く前に次の色いきましょう。次はじゃあ水色いきましょう。ホワイトと水色を混ぜて濃度が OK でしたらじわーっと、水分が足りなかったら筆に水分を含ませて境目をなじませましょう。ちょっと急ぎ作業ですね。なので大きい作品作るときは幅の広い筆がいいですね。では黄色も混ぜて紙に乗せていきましょう。黄色はあまりメインにしないでちょこっと塗しようかなと思ってます。今度は直接様子を見ながらカラー筆ペンを乾く前に乗せてみましょう。もう元気ですから、かなり濃いですから様子を見て先ほどの筆でポンポン叩いてぼかしていきましょう。この作品は後で文字を乗せようと思うので、その兼ね合いも考えながら濃度を決めていきます。他の色でも濃度を上げたり、ホワイトを足して白っぽさを足したり、ティッシュで水分を拭ったりと調子を変えていきます。ティッシュでホワイトをポンポン叩くのも効果的ですよ。はい、作品用紙が乾きました。いよいよここに文字を書いていきます。ホワイトを水に溶かして筆で書くんですが、あまり伸びが良くないので、ちょっと調節しながら書いていきたいと思います。文字は星に願いをのタイトルを英語で書いています。コミック用修正インクを水で薄めて書いているのですが、ちょっぴりもったりします。不透明水彩絵の具で書いてもいい部分です。書体はモダンカリグラフィー、ポップで可愛らしい雰囲気です。書きたい文字サイズに合わせて筆の幅も選びましょう。一番最後のスターという文字は書体の雰囲気を変えて太めにしました。頑張って作った夢かわいい下地の上に書くので、失敗したくない方は全ての文字を鉛筆でうっすら下書きすると良いでしょう。
一筆で書き切ることにこだわらず、薄くなってしまったところ、かすれてしまったところは二度書きして、きれいな仕上がりを目指します。文字の幅は若干太めにして、後でちょっとした模様をプラスしていこうと思っています。手書きの作品はちょっぴり形がいびつでも、とても愛おしく大好きになるはずです。次はデコったりイラストを描いたりしていきます。筆やボールペンで文字に影をつけたり、小さなイラストを描いても良いでしょう。ホワイトで丸を散らしても動きが出て素敵ですよ。完成です。ファンタジーな世界観が出ました。今度は少し小さな作品にチャレンジです。有名なディオールの香水瓶をイメカワイミルキーな色に塗っていきます。こちらはイラストボードというちょっと硬い紙に書いているんですね。そのまま立てて飾れるといいかなと思ってます。まず水で瓶の香水が入っている部分を濡らしました。そしてカラー筆ペンのインクをホワイトでミルキーにしたものを塗っていきます。実際の香水はピンク一色なんですけども、あと水色などを入れてファンタジーな感じにしていきます。カラー筆ペンのスカイブルーをホワイトで薄めたもので着色しています。ピンク色と混じり合うことでファンタジーな世界観が出ています。香水の瓶の部分はグレー調の色で塗って存在感を出しているところです。写実的なイラストというよりざっくりと雰囲気イラストを目指しています。ラベルの文字を書くときは胸がワクワクしますね。ディオールのこのラベルはカッパープレート体という書体なので、専用の金属ペンを使って丁寧に書いています。次は瓶の立体感を出していきましょう。不透明水彩絵の具の黒をかなり水で薄めて細い丸筆で塗っています。このイラストは写真を見て描いているのですが、皆さんも何か見本を見て描くと良いでしょう。影になるところの濃い部分、薄い塗る部分を塗り分けたり、細かなところはカリグラフィー用のペンで濃さを出しています。完成しました。お部屋のインテリアにいいですね。はい、動画いかがでしたか。手書きの作品はその方が紙に向かってペンを持って実際に手を動かして書きますので、とても力のこもったものができると思います。下手でもいいので技法を覚えてちょこっと試してみてくださいね。それでは次回の動画もお楽しみに。さよなら。